よし、一発目。黒愛媛、村に到着ですわ。はあ、危ないところでしたわ。まさか地震で瓦礫が降ってきて遺跡に入れなくなるなんて。もう少しでぼや姫と一緒にぺちゃ姫になるところでしたの。響きは可愛いですが、潰れてぺちゃんこという意味ですね。二次元は最高だと言いますが、ご主人が平面なのは困ります。平面だと私のアイドルグッズ抱き枕とかぶってしまいますわね。心配するのそこなんですね。それでどうしますか？エピクロスの遺跡にまた向かいますか？そうですわね。エピクロスの遺跡から必死の脱出とここまで逃げてきた道、童貞でいいのかな、を思い出します。もともと遺跡に向かったのは我が永遠のライバルクレリアが探検に出たと聞いたからでしたわ。うなっている間にも永遠のライバルであるクレリア姫様は遺跡を探検していますよ。めっちゃ追ってくるやんこの忍者。未開の遺跡ですからすんっごい発見をするかもしれませんね。めっちゃ追ってくるやん。ライダーの言うことも一理あり、そうなるとライバルとの差は開く一方です。でしたら私のやるべきことは一つしかありませんの。そうですわね。自信も収まったようですし、もうペチャ姫になる可能性も。なるほど。って言ってたら、さっき話しとったあれやこれやが起こったってことか。ああ、余震ですね。しばらくは続くと思います。あ、違った、普通に地震が怖いだけだった。なるほど、では遺跡には行きませんわ。クレリアも脱出しているはずですもの。ライバルがいないのでしたら私が行く意味もありません。いないのなら出し抜いて遺跡ですんっごい発見をしちゃう手もありますよ。なるほど、それならば遺跡に。地震がただただ怖いってだけか。余震が再び足元を揺らしまして、気づくと私は両手で頭を抱え込み、その場で丸くなっておりました。岩石姫よりはペチャ姫の方が個人的には語呂が良くて好きなのですが。岩の真似ではありませんわ。頭を守っているだけですの。地震が危険すぎますの。こんな状態で遺跡に行くなんて愚かですわ。賛成です。いつ余震が来るか分かりません。遺跡の探検はやめておきましょう。コロコロと意見を変える楓を頭を抱えながらじーっと見つめます。お、自分を見ても大きな胸とセクシーボディしかありませんが。確かに私とってそれほど貧相とは思えませんが、楓の体はとても悩ましいのです。そんな楓の目が一瞬細められると、あっという間に私の体は楓に持ち上げられ、すごい距離を移動しておりました。何なんですの。彼女の腕から見上げた楓の顔はいつになく凛々しくて真剣で、そしてその顔の向こうに見える空が、おお、楓、お空が黒い稲妻でも走っているかのように青い空に亀裂が走っておりました。安全圏ありませんね。では比較的大丈夫なあたりにお連れします。楓の動きはさらにスピードを増し、私はそんな彼女にしがみつきます。普段おちゃらけている分もありますが、真剣な顔をしているとかっこいいんですのね、などと女の子にときめいてしまったりしつつ、そもそも浮遊島大陸なので地震というのもおかしいと思っていましたが、空
空間そのものの異変による衝撃であるならば、あらゆる説明が納得できます。シリアスな楓はかっこいいですわね。自分はいつでもかっこいいですよ。なんせ謎の忍者ですから。にっこりと笑う楓に抱えてもらいながら、私たちは近くの村に向かいます。村に被害が出ているかもしれませんの。楓、あちらに向かって。クロエ様ならそうおっしゃると思っていましたとも。私たちが風のように村に向かう途中、大きな石がズンと地響きを立てて北の森に落ちるのを見ました。ゾワ、その瞬間何か嫌な予感がしまして、私はクレリアが心配になるのでした。よかった、よく眠ってるみたい。すんごいなまずなんだこれ、服まず下着という概念がないやろ、で横乳すごいやろ、今とかも大変なやっとし、ボタンパツパツやんけ。室外に寝息を立てるチェスターの頭を微笑みながら優しく撫でる。あんなに傷がひどかったのにもう回復してる。すごい回復力。回復ポーションの効果がすごいのは知っているけど、チェスターの体はエール回復力が高いみたい。チェスター、私と一緒に看病していたはずのコレットちゃんはいつの間にか眠ってしまっていた。彼女も不思議な子だけど、チェスターへの思いは本物みたいで微笑ましい。ジュリエットさんやアンジェさんも彼のことをとても大事に思っている。私は惜しい目とか言われて大事にされているけれど、私はちゃんと彼の誠意に返せているのだろうか。嫌いではない、もちろん憧れの大英雄、この国と世界を救ったクランの一人。私が剣を使うのは紅のチェスターが剣を使っていたから。もっともあんなにすごい剣だとは思ってなかったけど、赤い風をまとって戦う姿は本当に憧れ。多分それは今でも変わらない。こうしてあった今でもちょっとファンとして過激なところもあるけれど、いつも一生懸命に私のことを守ろうとしてくれる。そんな人を嫌えるわけがない。じゃあ好き。それもどうなんだろう。私はお姫様で、結局恋なんてものとは無縁なはずだから。お姫様と英雄の結婚なんてものはおとぎ話の中だけのものだしね。私はどうなんだろう、まだよくわからないかも。いくら悩んでも答えなんて出そうもない悩んでいるのね。とコレットちゃんが話しかけてきてドキッとした。見るとでも目はまだ閉じていて寝ぼけている状態らしい。私も悩んだ。いいのかな、大丈夫かなって。でも結局はなるようにしかならないから、我慢することなんてやめてしまったわ。なんだかとても外見によらない年長者みたいなアドバイスだった。我慢はしちゃってるかも。今はいいの。いつか本気になったら。自分の一番したいことを最優先するのね。じゃないと私みたいに。コレットちゃんの最後の方は眠そうでよく聞き取れなかったけれど、なんだかそのアドバイスは胸に刻まなければいけないような気がした。
ありがとうございます。思わず敬語でお礼を言うと、寝息で返されてしまった。寝ぼけていたんだと思うけれど、でも大人っぽい雰囲気だった。だからアドバイスに従って。手を握っていたいのは我慢しなくていいのかな。憧れの英雄の手を握っていると胸の奥が熱くなってくる。それはとても心地よくて。本当不思議な人ね、ジェスターって。寝顔を見ながらそうつぶやく。気がつくと私もうっかり眠ってしまって、チェスターの上に頭を乗せてしまっていたけれど、彼の息遣いや鼓動が感じられて、最近で一番ぐっすり安心して眠れたような、そんな気がしていた。おお、プレイヤーの独り言ってやつか。看病する二人。もう二人目線もある。どちらかといえばこれコレット目線か。そろそろ包帯変えなきゃね。すごい。さっき変えたばかりだけど、もう？プレリアはお姫様だけであって、怪我人の手当てには慣れていない。眠っているチェスターのそばにいて、ただひたすら心配しているだけだ。出血が多かったし、すぐに血が滲んでしまう。それに清潔の方が治りも早いでしょ。そうなんだ。うん。だからクレリアも手伝って。クレリアに手を貸してもらいながら、チェスターの包帯を変える。コレットちゃんはチェスターと会ったばかりなんだよね。勢いよく包帯を巻いていると、小首をかしげながら不思議そうに、わからん。遺跡で会ったのが初めてよ。初めてなのにもう妻になってるの？常識ではありえないんだけど。ありえなくてもコレットは妻なの。最初から決まってて、それは変わらないから。クレリアがアイドル姫なのと一緒ね。わかるような、わからないような。少しの間の後、クレリアがちらっと視線をこちらに向ける。まだ何か聞きたいのかなと思っている。聞きたいか。でもどうしてそんなに好きなの？やっぱり聞いてきた。考えたことなかったけれど、好きっていうのは確実だし。あ、ちょうどいい言葉があったわ。ビビビコンね。ビビビコン？え、知らない？ごめんなさい。でもあれなのかな、このコレットっていうのは、でもやっぱりその、なんだろう、まあそのアーティファクトの中に入る前、まあ記憶がある頃だよねっていうのは、なんだかてかどうやらね、チェスターが好きだっていうのは間違いないっていう記憶ではあるから、どうなんだろう。例えばさ、あのほら黒ずくめの女おったやん。あれのね、例えばその人間の悪い部分だけを取り出したのがあの黒い女で、いい部分だけを、そのチェスター好きっていういい部分だけを取り出したのがこのコレットっていう、この人格の話。善良な部分とその悪の部分っていうのが分かれて釣ったもんだとか、そういう話はちょっとチープかな。まさかこんなに新しい言葉ですらダメなんて。現代の流行語はどんどん進化し、どんどん進んでしまう。本当に気をつけないと。ビビッと来たから結婚したみたいなお話なのだけど。なるほど、それでビビビ婚なのね。
無垢で屈託のない対応なのが胸に痛い。ほら、そんな話はいいから。あ、はい。最初はたどたどしい手つきだったけれど、飲み込みが早いのか、クレリアはあっという間に包帯巻きをマスターしていた。よし、包帯終わった。お疲れ様。お疲れ様。少し休む？ううん、次はシーツを変えなきゃ。血とか汗とかで汚れているし。クレリアも手伝って。もちろん手伝うけど、ゴレットちゃん本当にチェスターのこと好きなんだね。クレリアの言葉にもう一度考えてみる。どうしてチェスターは好きなのかな。初めて会ったのに懐かしい気がするし、ずっと前から知っているような気がするし。シーツを変えながら考えても、短い時間で答えが出るほど簡単じゃなかった。コレットちゃん？あ、うん、チェスターのことはなんとなく昔から知ってる気がするの。でも遺跡の装置で眠ってたよね。コレットだってありえないってわかるけど、装置の中でチェスターに会ったのかも。夢の中でってこと？夢みたいなものかもしれないけれど、ほら、なんか俺の予想もなんかちょっとあながち間違いではない気がしてきたな。けど大体ここら辺の予想って外れるんだよな。だってチェスターはここにいるし、コレットの思いは本当だから。そっか、そういうこともあるかも。なんだか、そう、ごめんなさいね。そうかもしれないわね。多分もっともっと考えても、チェスターが好きな理由はわからないと思う。でもこの思いは絶対に本物で偽物でないということだけは信じたかった。次、割と今回は登場シーンが全然なかったけど、ジュリエットの悩みっていうことはチェスターの寿命に関してかな。なんでしょうか、姉さん。ジュリーちゃん、そわそわしすぎや。そうでしょうか。そうかもしれませんね。コレットちゃんとクレリア様に看病預けてえの？どっちか。クレリア姫はまさに助けられた張本人。看病したい気持ちもわかります。コレットさんはなぜか冒険者としての知識もあり、応急手当や看病も手慣れている様子でした。私はもう回復の風は放ちましたし、その後のことは。看病したんやろ？ズバッと言う姉さん、意地悪です。そんな私を姉さんは嬉しそうに優しい眼差しで見つめてくださっていた。分かっています。姉さんに悪意なんてものは全くないことも、そんなものも持てないことも。とはいえ 100% の善意で話されるのも居心地が悪いと言いますか。私は本当にひねくれていますね。会いたくて仕方なかったチェスターさんにも会いに行けなかったですし、看病したい今でも何かと理由をつけて行かない選択をしてしまっている。姉さんに言われたからというわけでも、姉さんに言われたからという言い訳まであるのに、それすらも受け入れないなんて。私ってやつはですよ。ベターっとテーブルに突っ伏すと、姉さんの手がそっと頭を撫でてくれた。よしよし、やーよジュリーちゃん。姉さんの優しさに私は泣き出したいです。泣いてもええんやけどね。でもひねくれている私はここで我慢します。それも姉さんにはバレバレでしたとさ。姉さんは、うん？その、
感じなんですか今。私の曖昧な質問に姉さんはニコニコ笑いながらうーんと考えてください。今ね、愛しの妹がモヤモヤしとるからどうすれば元気出るんやろって。どうでした？姉さんはもともと私にはただ甘い人でした。遥か遠い昔の時代に生まれて、普通の人々よりも何倍も長い時間、年月を過ごす私たちの血筋、古代種族なんて言われている私たち、圧倒的に人口の少ない滅びる種族。知り合う人たちはみんな先に死んでしまい、姉妹二人でずっと生きてきて、そしてかけがえのない人と出会ってしまった。姉さんがいてくれれば元気出ますよ。姉さんの手に手を重ねます。はい、ありがとうな。姉さんはいつものように笑ってくれました。そう、姉さんは笑ってくれます。それが今は切なくて、ちょっとだけうつ伏せになりますね。ずっと撫でとるかんね。その優しさは私を癒すと同時に蝕むものでもありました。おお、なかなか面白いことなっとるじゃないかい。じゃあ次はね、忍者の方行ってみましょうかい。謎の忍者暗躍中。さっきのあの森に行ったやつか。私の名前は楓メープル。今はクロエ様にお仕えしているが、その正体は謎の忍者です。何が謎かというと、謎だから教えられない、それが謎というもの。謎という言葉が多い気もしますが、まあそれは置いておいて、クロエ様は村に残しておきつつ、自分は今森の風石調査に来ておりました。お、ありましたありました、あれですね。森の開けた場所にあるのは、空の裂け目から降ってきた黒い石。結構な大きさで半分くらいが地面にめり込んでおりました。風石獣。謎の忍者たるもの、知識は豊富です。これが100年前最初にこのアトラスティア王国に降り注ぎ、そして他の国々まで降り注いで世界を大変なことにしたのも、したものであるのは確実でしょう。ざっと10年くらいにも世界的に大変な異常もありましたが、今回のそれもあれも世界のエールが不安定になっているからでしょうね。そう謎の忍者は推測します。空が裂け、風石獣が降り注ぎ、そして英雄が帰ってくる。まるでおとぎ話。世界のピンチに必ず現れる英雄様なんてのもおいそれといるものではありません。ですが、異常な殺気というか獣の本能というか、明らかな敵意を感じ木の上に身を隠す。様子を見ていると黒い石の周りに小石モンスターが集まってきました。ふむ、確か風石獣は小石モンスターを凶悪化させてしまうんでしたっけ。普通の小石モンスターならばこれほどの殺気を感じないのですが、集まってきた彼らはすでにいびつに変形しつつある見たこともない小石モンスターでした。それまで穏やかだった小石モンスターもこれからはどんどん人を襲う、そしてどんどん負のエールを高まらせ、やがては不浄の世界となるですか。
変形した小石モンスターの強さがわからない以上、下手に戦うとこちらが危ないので。なるべく接触することを避け、木の上を飛び移りながらクロエ様の元へ戻ります。それにしても、遺跡の近くで出会ったあの方。どの方？クロエ様の警護もしつつ、伝説の英雄クラン、オアシスの情報も探ってほしい、ですか。クロエ様から少し離れただけの自分に静かに話しかけてきたあの方。抗えない気配を感じた自分はその依頼も受けることにしました。おそらくは敵対者。世界をこんな風に乱した側の方に、方に違いありません。でもだからこそ、クロエ様をお守りしながら英雄たちの情報も集め、そして黒幕から情報を探る。うん、まさに謎の忍者の真骨頂ですね。自分が正義というものは自分が正義というものはありませんし、だからといってわざわざ悪いこともしません。この立場でなければできないことを力を尽くして全うするのが謎の忍者たる醍醐味。さあ英雄さん、黒幕さん、自分は謎の忍者らしく立ち回らせていただきますよ。謎の忍者なので暗躍は当たり前。これからも自分は謎の忍者として謎の依頼主から謎の依頼を受けるのです。そんな感じか。なるほどね。なかなかいい感じに、なんか話がどん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 小出しになって進んできましたね。どうなることやら。じゃあ次はだいたい4章になるかしら。4章でお会いしましょう。